これより鈴木孝幸選手の引退セレモニーを行います。まずはじめに鈴木孝幸選手から皆様へご挨拶を申し上げます。試合にも出てないの奥野さんに伝えたときに、お前と同じ人とは違うと言って背中を思いっきり蹴飛ばしてくれて鹿島の方に帰らせてくれました。それがあったから本当に日本代表に行くことができました。本当にありがとうございました。
そして、マリノス、ジェフ、フロンターレ、水戸と国内のチームに移籍して、そして、ほとんど結果に出さなかったですけど、すごくよくしてもらって、本当に感謝してます。本当にありがとうございました。なかなか本当に全然結果になってなかったんですけど、いつか恩返しできるようにと、ずっと心の中にあります。そして、ベルギー、ブラジル、そしてセルビア、アメリカと海外のチームに行った時に、本当に親身になって、僕のことを一生懸命応えてくれた人たち、本当にありがとうございました。そしてベルギーに行った時、篠さん、見てますか、俺が辛い時に本当に良くしてくれて、支えてくれて、本当にありがとう。病気に負けないで、必ず会いに行きます。そして、また昔話して、お会いして終わりました。本当に本当にたくさんの方に支えて、ここまで来ました。もう本当にここで言うことができないぐらい、本当にたくさんの人たちに支えてもらいました。本当に後から挨拶に行きます。で、最後に、僕を小さい頃からずっと支えてくれた勉強を一回もしろって言わずにずっとサッカーをさせてくれた両親、本当にありがとうございます。そして、ゆうこのママ、そしてゆうこ、そして、おうちゃん、テール、お前たちがいてくれるから、俺は生きていきます。本当にありがとう。もう、プレーすることはできない。今も今も今も、自分がヒリヒリした試合の中で得点を決める、そんな最高の気持ちで夢を見ている時に、ふと起きた時にもう現実じゃないんだ、もうプレーしてないんだと思うと本当に寂しくなります。でももう今日ここで区切りがつきました。これからはやっぱり現場の方に戻ってきたいと思っています。これもプロの世界でヒリヒリとする世界で、そして人生を変えるようになるので、僕も選手と近くにいて一緒に戦いたい、プロの監督を目指して頑張っていきたいと思います。ここにいるさらにファンでもいるのも、ファンに愛されるような選手に愛されるような、そして選手のことを愛されるような、そんな監督になりたい。そしていつか超えられる監督になっていって、そして世界に出ていけるような監督を目指します。目標はね、ただ今、行きます。みんなも行きます。絶対出られない。で、最後に、今日、ここに会社の足を運んだ方が、いつか、ケンゼルスタジアムから、いろんなバッチで会いましょう。本当に今日はありがとうございました。それでは、鈴木選手のご家族より花束が贈呈されます。